岡ソフトバンクホークス対横浜。この場面打席にはビシエドが入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。このピンチ見事三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。バッターは5番山川。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。バッターサードうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。バッターボックス上林、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。低め、これは決まった。ノーボール2ストライク。3球目見送っています。ボール変化球空振り、これで2アウト。2アウトランナー。今日は見事な完封で白星。